わっさー、どうも、琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いいたします。7月の21日日曜日ですね。本日もなすびガイドやっていきました。本日は牛垣さんご家族の皆様に遊びに来ていただきました。ありがとうございます。牛垣さんと奥さんと、そして小学校2年生の愛ちゃん、そして5歳のけいちゃんに遊びに来ていただきました。ありがとうございます。今日はこじこじさんガイド、もうぎさんガイド、そして瀬口くんガイドの、なすびガイド、そしてこの4チームで、ゴールドガイドという形だったんですけど、普通に牛垣さんご家族を去年も遊びに来ていただきまして、2回目のなすびガイドということで、いつも通りなすびガイド楽しくワイワイ、そして、のんびりと釣りをさせていただきました。で、今日ですね、めちゃくちゃ暑かったですよね。もう梅雨明けしたんですかね。なかなかの暑さですので、夏の格好、そして水分補給、水分対策はね、しっかりとしていただきたいなと。で、昼休憩の時は、ちょっとロングに休憩したりとかもしたりとかして、そういう対策が必要なのじゃないかなというふうには思いました。本当にくれぐれも熱中症気をつけていただきたいなと思いました。で、今日は、牛垣さんご家族ということで、小学校2年生の、愛ちゃん、そして、5歳の、けいちゃんも、いるということで、たくさんバスを釣ろうということで、ダウンショットリーグ、ダウンショットリーグですね、それを筆頭に、数をね、たくさん魚を触りました。で、たくさん釣れてワイワイホッコで、やってたんですけど、で、昼ご飯はちょっとロング休憩をして、で、昼からちょっとだけ一瞬だけでかいの、狙ったんですけど、でかいの狙いにカバースケットやりに行ったんですけど、そんなに簡単、甘くもないですので、最後の最後また数釣りポイントに戻って、ポロポロと魚の反応を得れて、帰着という形になりました。昨日から夏休みに、世間的には夏休みに突入していると思うんですけど、なすびガイド奥さん、女性のゲストさん、そしてお子さんのなすび、ガイドも100点満点にこなしますので、クロートの方から、お子さんの方まで、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、牛垣さんご家族とは本当に僕のギャグとかも奥さんが大笑いしてくれたりとか、お子さんの愛ちゃん、そしてけいちゃんも喜んでいただいたりとか、いつも楽しくさせていただいてるんですけど、またよろしければ来年もよろしくお願いいたします。という感じで、7月の21日のなすびガイドのお話でした。しかし本当に暑かったです。もう本当に睡眠不足からもやっぱ熱中症にもつながることもありますので、皆さんしっかりと寝て水分もたくさん持って、安全に事故のないように、夏のサマーバスフィッシング楽しんでいきましょう。はい、ということです。なすびガイド9月11日、そして10月以降募集しておりますので、下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、なすび TV 本日も終わりたいと思います。皆様最後までいつも聞いていただきありがとうございました。